こんばんは、宗像隼人です。最近寒くなってきたので、ほっと温まる料理を作りたいと思います。よろしくお願いします。料理初心者の宗像くんが時短やヘルシー、食品ロス削減をテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケ飯。今回料理を教えてくれる先生は管理栄養士の庄司あずさ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、今日のイケ飯はこちらです。体がほっと温まる厚揚げのオイスターソース煮込み。材料です。厚揚げ、たけのこ、きくらげなど、ご覧の材料を用意しましょう。はい、それでは野菜を切っていきましょう。ではまずチンゲン菜から切っていきます。はい、チンゲン菜が、長いまま使いたいので、この縦半分に切ります。はい、こうですね。はい、1センチくらいの細切りにしていこう。さらにタケノコは食べやすい大きさの薄切りに、キクラゲは一口大に切っておこう。パプリカを乱切りに切ります。はい、いろんな切り方覚えてきたね。うんうん、乱切りしっかりできてる。ニンニクと生姜をみじん切りにしていきます。はい、はい、みじん切りはもう自信はつけましたか？自信はないです自信がつくまでたくさん練習しようね。うんうん、みじん切りとってもいい感じ。ここで今日のイケ飯ポイント。今回は厚揚げを使いますが、こちらは1人前で、牛乳1杯分よりも、多くカルシウムが含まれています。なので乳製品が苦手な方などでもヘルシーにカルシウムを摂取することができます。厚揚げを切っていくんですが、厚揚げはこれ一旦、油抜きをしたものを使います。そうすることによって味が染みやすくなったり、またちょっとこう油臭さっていうのが抜けるので、今回はこの油抜きしたものを使います。はい、ちょっとした工夫で料理が美味しくなるね。厚揚げは 1.5 センチ幅に切っていくよ。はい、それでは早速炒めていきましょう。まずはフライパンに火をつけていただいて、だいたい中火ぐらいで大丈夫です。で、ごま油を入れて、生姜、ニンニク全部入れちゃいます。はい、生姜とニンニクのいい匂いがしてきたら、水と鶏ガラスープの素を入れ、ひと煮立ちさせるよ。はい、じゃあ沸騰してきたので、はい、このチンゲン菜を入れます。はい、でちょっと根元の方からまた入れてってください。はい、チンゲン菜は食感を残したいから1分ほどさっと火に通してお皿に丸く盛り付けておこう。はい、では今ほどチンゲン菜を茹でた鍋に、こちらのフライパンに調味料を全部入れていきます。はい、はい、オイスターソース、酒、醤油などを入れ、全体になじませたら、切っておいた食材を全部入れて5分ぐらい煮ていこう。はい、では最後にとろみをつけていきます。ではとろみをつけるときに一旦火を止めて、はい、それからよく溶いた水溶き片栗粉を入れていきます。水溶き片栗粉をまんべんなく流し入れ、再度加熱して全体にとろみがついたら出来上がり。簡単なのに栄養満点、ほっと温まる煮込み料理ができたね。厚揚げに味が染みててプリプリで美味しいです。一つ一つの具材が大きいので食べ応えもあります。カルシウムたっぷりのメニューで手軽に作れるものです。で、とろみもついてるので、これから寒い時期にはぴったりな料理だと思います。